多分これ骨までいけんじゃない。確かに褒めてくれるだけじゃあれですもんね、うん、美味しいって言うだけじゃなぜそうなっていいの。ちょっとシャキシャキの食感でシャンス山に蘇州のソウルです。あ、シャンスシャンスです。台湾バジン。私たちが買ったものさ、ココナッツのソウルのソウル。声やろうか。はい。ダメだね。これね、これを2つ適当に。こうですね。片方が表、片方が裏になると目が叶う。うん。で、これ何回でもこれが出るまでやっていい。ありがとう、ありがとう。複数回できるんで。無事に帰れますよね。これがこっちの裏ね。願い事しながら。今やっと半分ぐらいです。みんなもう30代だから。これどういう味でしたか。ちょっと混ぜるよ。はい、俺お酒飲めないからこれ飲む。ありがとうございます。ちょっと味見。なんかね、普通にブドウ味だ。ブドウ味。美味しいですね。ね、美味しい。普通のコーラより飲みやすい。あれね、ファインダーあるね。ファインダーあります。これね。これね。そして台湾ピザ。すごい、やったー。これはハイパー楽しいねー。はい。乾杯、乾杯。なかなかこの体験はね、できませんよ。やってるやつだ、あれ、ああやってるやつ。なんか今ちょっと地味に報酬系が刺激されたのを感じました。報酬系？あとカエルもいますね。いや、美しいですね、台湾ビール。本当にすごい。このカップも可愛いですよね。雑貨屋さんとか売ってると思いますよ、今。最近始まって、いろいろなところに。ありがとう。じゃあ、どうぞどうぞ。いただきます。いただきます。わあ、炒め物。たまらんですね。うまい。うまい。早い。うわ。うまい。うまい。もうさ、もうキャップする前にうまいよね。意味わかんない。もうこんなもんノールックキルだよね。もうこれ本当になんかずっと食べれるっていう。美味しいですか。うまい。あ、具多いんですよね。中華街って言ってました。うん、ごめんごめん。いいよいいよ。すみません。はいはい。ちょっとこのハンマー。すみません。シェシェ。いやいや。サンスっていう野菜ですね。すごい。山。大谷渡りっていう。そうですね。シャンス山に蘇州のソウルです。あ、シャンスです。確かにそうですね。
うわー、もう常に学びが、常にいろいろ覚えることがある。うん、なんかこれ骨まで行けんじゃない。あのね、この胡椒がです、うまい胡椒だ。これこっち風のユーシャンフェンとかいろいろ入ってる胡椒だ。うん、この粉がうめえぞ、これ。まずそうですね、これ合法ドラッグだよ。合法ドラッグ、合法ドラッグ。あ、ほんとだ。これ味の素も入ってますね。あ、やっぱり空心さんを感じます。味の素は合法ドラッグだもんね。空心さん、空心さん、空心さん、空心さん。なんか最近、あそこ担当してるから、なんか買い揃えてみたんですよ。絶対家行きます。それ行きます。え、今私は劣ってる身なんですよ。どこも食べる専門だけど。確かに褒めてくれるだけじゃあれですもんね。美味しいって言うだけじゃ。なぜそうなっていいの。前食べた時こうだったな。うーっいただきます。うまそう。これうまいでしょ。これうまいでしょ。これうまいでしょ。エビやばいんですよ、ここの。何がすごいってさ、揚げただけでもうめえのに、なんかかけてやってさらに料理してるでしょ。この過剰な料理具合がさ、台湾なんだよ。これうまいっすよ。あ、これもう僕もう刺激三つ星ですからね、これ。うん、まあ、これ当たっぽいけどかな。いけます、いけます、もう全部いけます、僕いつも。揚げた後に、これ炒め合わせたのあれかも。すごい、もうすごい炒め物じゃねえ気がするんだな。それだけでうまい何かなんだよ。あ、ゴホドラグ売ったじゃん。売ってるよ。台湾バジル。ほら、私たちが買ったものさ、ココナッツの層のドラグ。なるほどなるほど。あの、フルスペックのワーミン。うん、お金用意じゃ食べれないんですよ。そんな、その辺のカキフライ定食とかもう食えるよ。あー、うん、なんじゃこりゃ。これカキポートレートモードだよ。台湾バジルとともに。あ、これはね、なんか農家に誰かいるんだ。農家に来ます、本当に。そうです、そうです。農家にガシッ。ここやっぱ、ここの揚げのレベルちょっと違うんですよね、やっぱり。何が、あのおっちゃん何してるんだっていう。甘切って感じ。なんかオイスターソースみたいな、オイスターソースみたいな匂いがするよ、これ。うん、中巻きですね。オイスターソース何だろう。醤油。いや。ちょっとシャキシャキの食感で。あれだけど、やっぱり食事だなって僕は思うんですよね。こういう居酒屋が増えてほしいって思います。八角もダメじゃなくて、本当何食っても美味しいよね。逆にさ、八角私ダメなんだって人たまにいるでしょ。そういう人台湾に来たらどうする。ジンローハンとか、ジンローハンでもダメなのね。卵系のオムレツとか、あとおらへんに見えますか。タピオコとか。これが本当好きで、僕。毎日食べたい、毎日食べたい。この食感、大好き。なかなか食べたことない。ちょっと麺みたいな。ね、確かに。ゆっくりして。なんだこのやつ、最初食べて衝撃受けた。うん、うん、なんだこれ。